秋平駅は愛知県新城市と川沢市が滝にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。愛知県の豊橋駅と長野県の辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである。新城市の北東部に位置する。利用者はごくわずかであり、一部の普通列車も通過する。開業は1950年のことで日本国有鉄道の手によって設置された。 1987年に JR 東海に移管されて、現在に至っている。なお現在の駅は2代目で、宝来寺鉄道時代に初代柿平駅が存在した。柿平駅には初代と2代目がある。初代は1929年5月、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を当時運営していた、宝来寺鉄道によって開設された。 正規の名称を柿平定流場といった。1943年8月に蓬来寺鉄道の鉄道路線が買収、国有化されて国鉄飯田線の一部とされた際、この柿平定流場は廃止された。二代目の柿平駅は初代廃止から7年後の1950年2月に国鉄によって設置された。初代の廃止前は小学校の児童の利用があり、 戦後になって、新生中学校の生徒の利用も見込めることから、再設置の必要性が高まり、そのため当時の流しの村が、隣村の7高村の協力を得て1947年6月より、再設置を求める陳情を行っていた。用地と経費は地元が寄付している。二代目も、初代と同じく開業当初から、旅客営業のみの旅客駅で、 貨物は取り扱っていなかった。大きな変化がないまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎え、JR 東海に継承された。単式ホーム一面一線の地上駅である。ホームの豊橋よりに出入り口が設置されている。無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。駅があるのは柿平という。 豊川の支流売れ川の右岸に位置する集落である。駅前に売れ川を渡る橋があり、それを渡ると、国道151号へと出る。国道を西へ向かうと、三河牧原駅南東にある名護市という集落へ抜け、東へ向かうと明号という集落へ出る。柿平停留場に関するカテゴリありがとうございます。